はい、どうも、あっちゃんです。今日も楽しく暗号資産&経済、投資に関連する情報を配信していきます。よろしくお願いします。で、今日はですね、まあ、あっちゃんの秘密の部屋でよく取り上げてます、ビル・ゲイツですね。ビル・ゲイツ動画と、暗号資産に関連するね、情報になります。で、ビル・ゲイツですね、まあ、この CNBC、まあ、アメリカのメディアですけども、まあ、ここがちょっと報じてるね、まあ、コロナウイルスのワクチン開発ですね。まあ、ビル・ゲイツといえば、まあ、テック企業の元ね、トップ。そして、まあ、その後にね、ま、いろいろと財団、まあ、医療関係ですかね、まあ、ウイルス開発をしてますけども、まあ、コロナウイルスのね、まあ、ワクチンを開発して、まあ、追跡装置を埋め込もうとしているこのね、まあ、陰謀説、まあ、数々のね、世界的な陰謀論ですね、陰謀説を、まあ、否定しているというのがね、ちょっと報じられました。で、まあ、ちょっとね、軽く見ていきたいんですけども、まあ、財団がね、コロナウイルス、まあ、ビル・ゲイツ財団ですね、まあ、治療研究に数百万ドル寄付したと、億万長者ビル・ゲイツ氏は、まあ、コロナウイルスを使った追跡装置ですね、まあ、これを、まあ、非難しているというような形で書かれてます。で、まあね、この陰謀論説ですね、まあ、常にアメリカの政人でかなりですね、まあ、信じてる人がいるようでして、こうマイクロチップにね、まあ、アメリカの中では結構懸念視されてると。で、まあね、真実を明らかにする必要があると、まあ、マイクロソフトの共同創設者であるビル・ゲイツ、メリンダ・ゲイツ財団、ビル&メリンダ・ゲイツ財団の共同議長であるゲイツ氏は、まあ、CNBC のニュースに答えたと、人々は事実を理解するにつれて、それがなくなることを願ってますという、まあ、誤解だというふうな感じですよね。はい。まあ、こんな形で、まあ、報道されたと。コロナウイルスですね、まあ、少人数のワクチン、まあ、世界で、ね、約1500万人感染している中で、まあ、死亡者も、ね、かなり増えてますと、まあ、そんな中世界保健機関ですね、まあ、WHO も含めて、まあ、ビル・ゲイツですね、まあ、かなり、ね、出資していると、まあ、お金を、ね、WHO に納めているということもあって、まあ、いろいろとですね、まあ、そういうことが起きているんじゃないかと言われてますと。で、ワクチンを手に入られないといった、まあ、死ぬ人がいないようにしたいというふうに言う中でも、そのね、ワクチンを打つために、まあ、こういったね、チップを埋め込むなんていうね、噂がささやかれてますと。まあ、常にただですね、もうすでに、まあ、こういったものがですね、まあ、ヨーロッパとかね、イギリス、スウェーデンですかね、まあ、そういったところで試されているというのも聞きますので、まあ、実際に、ね、どこまでその技術がね、進んでいるのかというところは、まあ、あるかなと思いますし、やはりですね、まあ、資金がない人、お金がない人、そのワクチンかかった、まあ、実証実験じゃないですけども、そういった埋め込むようなこともね、まあ、あるのかないのかといったところは、まあ、あるかなと思いますと。で、まあ、こちらもですね、まあ、同じような形でスクープされてますと。で、これはまあ、中国系のメディアになるかなと思うんですけども、まあ、書いてますね、WHO ですね、に暗号化マイニングの特許を申請しましたと。まあ、これはですね、まあ、何かというと、まあ、マイクロソフトって、こう、マイクロチップ、ではなくセンサーを使用して、まあ、所定の活動に費やされたエネルギー、まあ、体ですね、人間の体に費やされたエネルギー、まあ、それをまあ計算し、まあ、さらにですね、それを電力というか発電量というんですかね、それをまあ何かね、マイニングの仕組みに役立てると、まあ、物理的な活動、脳活動の両方を測定して、その合計をデータに変換して、コンピューターの計算上の問題を解決して、新しいブロックを生成できるようにするみたいなね、まあ、こういったまあ体の中のまあ力、エネルギーをうまく利用してというようなね、形が、まあ、ありましたよねと。で、それを特許出願しているというところがありましたよねと。で、そこにですね、やはりね、まあ、政府の力なのか、WHO の力なのか、そして、まあ、コロナウイルスが出てきたというところの、まあ、関連性も踏まえて、まあ、こういったところがね、疑われてしまうという感じですね。で、まあ、実際にもね、この世界保健機関と、まあ、おそらく協力してるんじゃなかろうかと思っちゃうんですけども、まあ、このね、ワクチンのね、共同開発をしているというような感じです。はい。はい。で、もう一丁行きましょうね。まあ、関連して、米国のコロナ検査全くの無駄と、ビル・ゲイツ氏、結果報告の遅さに理由というような形で、まあ、今度は CNN ですね、報じてますと。まあ、先ほど CNBC ではありましたけども、やはりこのメディアも、やはりですね、まあ、いろいろと政府、まあ、トランプをね、否定する、まあ、現行の政府権を否定するようなね、形の報道の仕方をするということが、まあ、あるので、まあ、トランプとね、対局にいるメディアなのかなと、こう、勝手にね、ちょっと思ってしまいますけども、まあ、やはりワクチンの開発とか、まあ、そもそものね、国が行っている件数とかね、まあ、このあたりのやり方が、まあ、ちょっとね、無駄だというふうに感じているんですかね。まあ、そうなると、まあ、実際にね、このワクチン開発、ビル・ゲイツね、あまりうまくいってないですかね。うん、まあ、いろいろと国内でも情報出てきてるけど、まあ、何個かね、何千万個でしたっけ？日本にもね、入ってくるような話もあるし、まあ、どこのメーカーが、製薬会社が、まあ、国とね、タッグを組んで、まあ、こういったね、開発を進めているのかというところありますけども、こういったね、見解を見ると、ちょっとね、今回のワクチン開発ね、
ビル・ゲイツにちょっとうまくいかなかったのかなと、ちょっと出遅れちゃったのかなというふうにちょっとまあ思っちゃいますよねと。まあでもまあ時間の問題かなっていうところもまああったりするので、まあ、そう考えるとですね、まあ、トランプとね対局にいる人なのかなとちょっと思ってしまいますが、皆さんはねちょっとどう考えでしょうかと、まあ、何がねちょっとね今日は言いたいかというとですね、まあこういったこのトランプですね、トランプ政権がまあ揺らぐのか揺らがないのか、大統領選挙どうなるのかといったところで、まあやはりですねこの暗号資産の流れがまあ大きくね左右するのかなというふうにねちょっと思っておりますというところでございます。でまあ例えばね他国いろいろ見てみると、まあビットコインね暗号資産か、まあロシア中央銀行はまあ暗号資産は犯罪者だと主張するというような見解、まあこれもまあ長期的に見てどうなのかというところはあるんですけども、まあ暗号資産をですね、まあ決済とかね、まあ法的として認めないと、法的承認を与える、あとはねその暗号資産によっていろいろとね決済したものに対しては法的なね処置を与えるみたいなね、そういう見解もあったりしますと。でまあお隣のね、お隣でもないか中国ね、中国はまあブロックチェーンがねかなり政府でいろいろと活用されている中で、まあ暗号資産ではなくブロックチェーンとしてもうねある程度テック社会その中にも思い込んでいるというような形ですと。はい、なんで、まあ、この中国はですねやはりもうデジタル人民元に今全勢力を考えている中でも、やはり国民としてはやっぱり、ね、ちょっとね対立しているような形もあるので、まあ、USDT とか、ね、ビットコイン流れる動きもまああると、まあ、それをどうね国が制御していくかいうような形ですね。でまあ実はね中国もそのブロックチェーン暗号資産を買わせないという法律として、ちょっと若干ね、まあ、緩いような話もちょっとちらほら出てきているので、まあ、果たして事実どうなんだというところはまあありますけども、まあまあここまでね、ビットコイン暗号資産が盛り上がってると中国のね資金の流れももしかしたら、まあ、期待できるのかなとちょっとね、思ってしまいますという感じですね。はい、でもあれよあれよと見ている間にですね、まあ、ビットコイン、イーサリアム、リップルと、まあ、3000いっちゃいましたね。かなりの上昇で時価総額もねテザーを一瞬で追い抜いてしまいましたというような形ですね。はい、まあでもで、まあ、かなりね暴落していたこのキャッシュとかね SV とか、まあ、このあたりも盛り返してきたというような形ですかね。はい、まあ、年末にかけてどうなっていくのかといったところはねちょっとね、まあ、これからねかなりね注目していきたいなというふうに思っております。はい、ちょっとね今日はいろいろ周りがざわついていて、まあ、小声になってしてしまってお聞き苦しいところあったかと思いますけども、はい、今日はねこんな感じでお届けしました。はい、ありがとうございました。それではまた。